え、これダムさん映って大丈夫ですか？まあ動画だこれ出すか分かんないですけど全然はい。すごい。足長く映ってます？めちゃめちゃ長いです。逆にした方がいいんじゃない？いやこれは横画面やから一緒ですね。結構なんか。WBC 前でお前行くとかどういう神経してんねんって言われましたコメントで。いやめっちゃいました。何人もいましたよ。お前大事な時期やのによう行けたなみたいな。それ生放送で言われますか？いやあの動画のコメントで、それ僕がアメリカ行くって言ったら、そんな多分俺全然邪魔せえへんでって言って実写で。いやこれ絶対これ僕とダルさんこうやって会話してる映像を見るだけで多分視聴者やばいってなると思います。この時期ってそんな球速は出ないんですかね、そのプロ野球選手とか。ああそうですね、まああんま出ないんじゃないですか。ああ多分僕のブルペンでマックスで90、91ぐらいだった。ああいやすごい、やばいうわこの時間で、はい、日本代絶対いないですか。うわ。え、今のなんですか？あ、スプリット。ちょっといい感じですね。もうちょっとだけ、はい。できるか分からないけどちょっと上がるスライダー。あーごめんミスった。上がるスライダー、いや去年使った最後の方。ああちょっと分かる、なんか若干あれとさっきのカットをこう被らせて あればっかり投げてると狙ってくるから、これが最後上がってくるとファウルになるし、次それ気になるから次空振りっていう。まっすぐナックル、はい、その回転かかるやつちょっと縦に。あごめんナックルこれね、あのずっと投げようとしてたんですよ、はい、ああちょっとこっちから見ていいですか、ナックル。怖っ怖っ。うわドロップみたいな。うん、僕もいい感じです。はい、でどうにかなる。いや多分後でこれ見たらすごいですよ。本当ですか？はい、多分あの赤の、はい、なんかクッションみたいな、はい、そこまで行きましょう。走るとかいつもいいですか？走るのももうそのこの前あの番組で 50m 走測った以来です。 50m 僕7秒8とかやったっす。まあでもずっと走ってないで。いや走ってないで、現役の時もそんな足速くなかったんで僕。うん、何番打ってたんですか？僕6番6番ショート。はい6番ショートでした。3本ぐらい。はい、 いや全然全然もう合わせますチームやと誰が一番走る？ヨーロッパやったら吉田康生が一番。おー、はい
よ。やば。いや、めっちゃ曲がってます。やばい。絶対スルーしないでください。本当に。痛い。やばい。そんな変化してるんですか。うわ。あ。うい。あ、いいっすよ。あ、ごめん。まっすぐ行きますよ。まっすぐ。結構早め、早め、早めで。ちょっとあの怖いんで、はい、この辺になります。いや、その辺危ない。え、この辺いや、もちろん抜けるじゃん。もし見せたら体とか。いや、だけじゃ軽めに行く。あ、はいはい。おー。いや、これ軽めやったら。やばっ。これやばいっすよ、ほんまに。見えないっすか。いや、球がこう、1段階上に上がってるんですけど。いや、ほんまに。ちょっと腕下げて。はい。うわー、怖これ、何キロぐらいですかね。この距離で。120ぐらいですか。え、体感はもっと速いっすよ。いや、めっちゃ速い。はい、ちょっともっと強く強く、はい、うわっ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 はい、やばっ、まっすぐ、まっすぐ、はい、ありがとうございます。いや、こんな経験できないですもん。
いい感じでした。いい感じに撮れた。やばい。撮れてなかったもん。いや撮れてます。撮れてます。見えないですよね。真っ赤で赤く見えてる。見えます？本当だ。赤くない。あ、それが。いやもうやばい。ほらピクピクしてる。いやありがとうございます、ダルさん。